湖岸の公園に響く音楽、その楽しさに思わず踊り出す子どもです。今日のグッドサインは、ホロイムはステージクリエイターズ。立東芸術文化会館さきらの練習室から音楽が聞こえてきます。ホロイムはステージクリエイターズの定期練習が行われています。長く滋賀県内で音楽活動を続けてきた坪内隆弘さんが仲間を集めて作った吹奏楽団です。ホロイムワとはハワイ語で前に進もうという意味。そこには坪内さんの音楽への思いが込められています。この曲やっぱりかっこいいよねとか、あの昭和歌謡のあの曲やっぱりいいよねっていう、その共感っていうところをすごくできるバンドになれたらいいな、聴いていただいている皆さんと一緒にステージを作りたいっていう思いがあったので、そういう名前にしてますね。学生時代、クラブ活動などで音楽に触れた人が社会人になっても続けている例は少ないのだとか。学生の時みたいにこう連続で練習できない、毎日放課後吹けないので、社会人なら社会人なりの練習の仕方があるんじゃないかというところがあります。でもよくよく周り見ると、社会人になってから 5,6 人でバンドやったりとかって結構あるんですよね。メンバーは現在20名ほど。入団に難しい条件はありません。音楽が大好き、その思いでつながる楽団です。10年ぶりに楽器を手にしたというメンバーもいます。めっちゃ空いてます。十何年空いてます。まあでもここは子供連れてきて練習一緒に来てっていうのが多いから、5年6年ぐらいは吹き始めたら楽しい。入るにあたってコントラバスよりベースギターの方が馴染むと思うよって言ってもらったんで、これを機に新しく始めてみようかなと。観衆のそばへ一歩踏み出して、もう一度聴きたくなる音楽を届けること、坪内さんたちの思いはロゴマークにも表れています。ここ結成した半年ちょっとですけど、すごい楽しそうに吹いてるんですよね。なんでかって聞いたら、やっぱ時間確かに取るけど自分の時間でできるから、でおうち時間もそうやって使って練習してもらって、では合奏に参加してもらってっていうことができてるんで、まあ、そういう意味でちょっと今までの吹奏楽団と少しその練習とか そのスタンスは違うとは思いますね。やっぱ一緒に踏み出しませんかってやっぱ言いたいですね。いやそうです、本当にもったいないです。いっぱいいるはずですから。活動のフィールドは太陽の下で、軽やかなステップを踏みながら音楽を楽しむ、それがこの楽団のモットーです。アクトで楽しい思い出を作ろう。